どうもこんにちは、ミートシです。はい、まあちょっとここ最近またまたあれが出てたじゃないですか。少し遅れ気味かもしれないけど、すごいね、ドーナツ食べたい気分だったんで今日はあれ買ってきちゃいました。これです。じゃーん、菅田将暉、菅田将暉。はい、ということでね、菅田将暉を買ってきました。おっと、ミスタードーナツだ。はい、とりあえずね、ミスタードーナツを買ってきました。じゃあ、めちゃくちゃうまそうでございます。今が確かさつまい ドーナツみたいなやつと、あとちょっと早めですけど、なんかハロウィンのドーナツがもう出てたんで、それらをね買ってきました。ただハロウィンのドーナツが全部なかったんで、あったやつを買ってきたんですけど、それを食べていきたいと思います。チッ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 。はい、という感じで持ってみました。これね、ハロウィンのこれが立つんですよ。ミスド、ついに YouTuber のことを考え出した。ありがたい。そう、こうやって立ってくれるのめちゃめちゃありがたいんですよ。素晴らしい。じゃあ早速食べていきます。いただきます。今日はこのハトムギブレンド茶のカロリミット。ああ、おう、ハトムギを感じるわ。よし、じゃあ食べていこう。けどね、正直どれがどれだかあんま分かんないんですよね。まあ噛んで多分分かると思います。はい、じゃあこれ見るからに多分これがプレーンなんで、これをいただきます。あ、香りはね、素朴な香り、オールドファッションとかに近いかもしれないです。いただきます。うん、お、あー、おいしい。なんか食べた感じはめっちゃオールドファッションっぽい、ホクホク系っていうのかな。うん、おいしい。あのお札っていうお菓子あるんですけど、めっちゃあれっぽい風味がすごいしてきます。これお芋の風味がめちゃくちゃいい。はい、じゃあ次これ見るからに多分スイートポテト。あ、スイートポテト、あの出来たてのスイートポテトの香りがしてる。いただきます。うん、お、おいしいな。これ黒ごまが乗ってんのがめちゃくちゃいい。スイートポテトがそのまま乗ってるんですけど、その味とめちゃめちゃ合う。さっきのプレーンのドーナツにスイートポテトをそのままグワーン乗っけて、ごまを乗っけて食べたみたいな、説明難しいですけどそんな味です。美味しい。うん、ま、ま、これ黒猫チョコフレンチかな。ハロウィンのやつなんで、つかハロウィンさ、もうハロウィン系のデザートとかお菓子いろんなとこで見かけるけど、言うてあと2ヶ月先ぐらいですよね。早いですよね、そう思ったら。はい、まあそれはいいんですけど、さっきからねこれがすごい落ちそうだったんで早めに食べます。すごい可愛いです。いただきます。うん、うん、おいしい。チョコがパキパキしてて美味しい。こういう顔がついてるドーナツって食べるの少し躊躇しちゃいますけど、そこだけは難点かな。あと砂糖も結構かかってて甘くて美味しいですね。これは普通に食べたかったから買ってきたんですけど、オールドファッションシナモンです。いただきます。うーん、うまっ。シナモンが甘い。うん、おいしい。そう、オールドファ
ッションのこの素朴な味大好きなんですよ。シナモンの甘さも好きだし、定番おすすめドーナツですね、これ。うまっ。見た目的に多分大学芋。このテカテカ具合、絶対大学芋。映画館に売ってる匂い。なんか嗅いだことあるな。なんか嗅いだことあるけど、映画館に売ってそうな香り。いただきます。あ、すごい。多分これ、大学芋の芋の部分をプレーンドーナツにしただけだと思う。けどこのプレーンの芋の風味がしっかり大学芋感出しててめっちゃすごい。水飴部分が甘くて美味しい。じゃあ次、これちょっと最初見てなんだろうって思ってたんですけど、今レシート見たら芋けんぴドーナツらしい。そんなのあんのってめっちゃびっくりしましたね。いやー、さすがミスドさん、芋けんぴに目つけようとは思わないですからね普通。じゃあいただきます。うん、お、ザクザクしてる。うん、お、まんま芋けんぴ、もうそのまま芋けんぴ。なんかすごい懐かしいんだけど。うん、芋けんぴ、うん、芋けんぴがこのシュガーコーティングでドーナツにくっついてるって感じですね。うん、ああ、少し小さくなったかもしれないですけど、姿勢をね楽に保ちたいんで、とりあえずここにいます。はい、くるくるチョコミイラっていうらしいです。何がくるくるなのかは分かんないけど、あ、これに巻かれてんのかな。これに巻かれてるからくるくる。いただきます。うん、ポンデリングだね。ポンデリング、やっぱポンデリングのこのもちもち感あって、外側がチョコとかでコーティングされてるんで固めの外側になってて好きな感じです。けどね、味はめっちゃシンプル、これ。チョコポンデリング、みたいな。はい。こういうやつなんかいなかったですか？なんかいたよね。あ、あれだ。これ確か千と千尋の神隠しに出てきた。なんかこういうのいたな。じゃあ最後は、この紫芋のやつ。ちょっと僕がね、紫芋結構好きなんで、これ最後にしました。いただきます。うん。お。あ、美味しい。芋感が強い。これが多分一番芋感強いかもしれない。スイートポテトといい勝負してるな。結構芋感強いですね、これ。芋感ってなんだ？芋感？うん。あ、美味しい。ごちそうさまでした。はい、ということでミスタードーナツの新商品とかを食べてみました。僕はですね、基本的に芋めっちゃ好きだから、今日のはなかなか美味しかったでございます。何かな、何がいいかな。あー、やっぱスイートポテト、スイートポテトめっちゃ美味しかった。スイートポテト美味しかったな。あとは、あー、けどハロウィンが、そうっすね、まだハロウィンが2種類しか置いてなかったんで、それしか食べてないですけど、今日食べた2種類は多分見た目重視だと思います。味はめっちゃシンプル。まあ見た目が良いとね、多分ちっちゃい子供とかが喜ぶのではないかなって思うんで、家族がいる方とかいいんじゃないでしょうかね。はい、
そんな感じでございまして、今日はこの辺で終わろうと思います。皆さん、ここまでご視聴ありがとうございました。バイバーイ。